品があって大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日発売になりましたプラス J の新作アイテムをですね、実際に購入をしてきましたので、こちらを着用しながらレビューをしてみたいなというふうに思っています。皆さんもすでにご存知かなと思うんですが、プラス J というのはユニクロと著名デザイナーであるジル・サンダー氏とのコラボレーションラインなんですけども、昨年ですね、久々に復活をしまして、店内がですね、大混雑したわけですね。非常に人気が高かったラインのですね、第2弾ということでリリースされたわけなんですが、今回もですね、たくさん商品があるんですが、その中でもスタイリスト目線で、このようなアイテムだったら割とですね、ベーシックで使いやすいですよというものをですね、厳選して3つご紹介してみたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。正直ですね、今回のコレクションは派手さがあるものではなくて、これがめちゃくちゃ良かったというものがですね、あるわけではないんですけども、どれもですね、ベーシックで地味に活躍してくれるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでですね、早速1点目から紹介したいなと思ってるんですが、今回のですね、プラス J の中で個人的にですね、一番好きだったのはこちらのシャツなんですね。商品名はスーピマコットンオーバーサイズシャツなんですけども、これはですね、主役級のアイテムではないんですが、今回のコレクションの中では一番使えそうだなというふうに思っています。正直ですね、アウター系の方が主役のアイテムとしてはすごく目立つんですけども、こういった内側に着るものというのは単体でも活躍しますし、僕はですね、どちらかというと重ね着の際にですね、こういったものは使いやすいのかなというふうに思っています。で、デザインの特徴なんですけども、見ていただくとですね、ストライプ柄になってるんですが、基本的にはネイビーとホワイトの2色になってるんですけども、少しですね、複雑なストライプになっているんですが、そこまでうるさい感じもしないですし、すごくクリーンで美しい仕上がりになってるんですね。そして襟元なんですけども、ここがスタンドカラーになってるので、程よく今っぽい雰囲気も感じられるかなというふうに思っています。で、サイズ感なんですが、こちらで S サイズなんですね。僕が通常選ぶサイズなんですけども、かなりですね、ゆったりめにできてます。身幅も大きめですし、着丈も長いですよね。ですので、サイズ感としては最初からですね、オーバーサイズ気味になっているので、このあたりも今っぽいポイントかなというふうに思っています。で、気に入ってるのが、割とですね、横から見たラインだとか、後ろのですね、このラウンドした感じですね。このような感じがですね、すごく綺麗なので、1枚で着ても様になりますし、重ね着してもですね、アウターよりもこちらのシャツの方が長くなることがあるんですが、そういった部分も変えて楽しめるのかなというふうに思っています。そしてこれまたポイントなんですけども、襟元がですね、白になっていまして、胴体の部分がストライプということで、ビジネスシャツでいうですね、クレリックっぽいようなアプローチになってるんですね。クレリックシャツの場合はですね、襟だとか袖が白になってるんですけども、こちらは襟の部分と、あとはですね、袖口は通常このカフス部分が白くなってるんですけども、ここの縦にですね、白い部分が入っていて、少し変則的なクレリックシャツのような見え方になってるかなと思っています。まあ、アイテム的にはベーシックなんですけども、ストライプの出し方だとか、こういった少し変則的なクレリック感ですとか、あとは絶妙なサイズ感ですね。そういったところが重なって、すごくバランスのいい一枚に仕上がってるかなというふうに思っています。先ほどにもお伝えしましたが、僕はこちらのシャツをですね、1枚で着るよりは、この上にですね、重ね着するような着方をするかなと思うので、ちょっとこの上にですね、アウターを羽織ってみたいと思います。はい、ということで、シャツの上にアウターを1枚羽織っていました。これもまたですね、すごく薄手のシャツアウター風のアイテムなんですが、こういった重ね着の際にもですね、内側にこういったストライプ柄のシャツを取り入れることで、程よいアクセントになるかなと思っています。上に羽織ったシャツアウターの方が着丈は短めで、その内側に着ているシャツの方が着丈が長くなるんですが、これがかえってバランスが良くて、このバランスが個人的にはすごく好きな感じかなというふうに思っています。今回はですね、シャツアウターを上に羽織ったわけなんですが、こっちの方には襟がありつつ、内側はですね、襟元がスッキリしているということで、シャツ系のアイテムを重ね着しても、そこまでうるさくならないかなというふうに思っています。これぐらいの着こなしであれば、4月5月ぐらいに楽しめるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、一つの参考にしていただければなと思っています。そして先ほどのストライプのシャツなんですけども、これがあまりに良かったので、僕はですね、色違いを買ってしまったんですね。今回プラス J の商品というのは買える点数というのが5点以内までと決まってるんですが、その中でもですね、思わず2着買いたくなるぐらいですね、このシャツは僕は気に入っているんですが、このオリーブの色合いもですね、すごく上品なんですね。ちちょっと皆さんにも見ていただきたいんですが、色合いとしてはオリーブの中でもですね、ちょっと品が漂うようなグレイッシュな感じの仕上がりになってまして、見え方によってはちょっとダークグレーっぽく見える方もいらっしゃるかなと思っています。オリーブとダークグレーの間ぐらいの色合いですね。この色合いがすごく個人的に気に入りまして、こちらも購入をしてしまいました。先ほどのストライプのシャツもすごくいいんですが、あちらは単体で着るよりはですね、どちらかというとその上にですね、ジャケットだとか、あとはシャツアウターだとか、寒かったらステンカラーコートだとか、そういったものを羽織って内側にアクセントをつけるにはすごく便利かなと思うんですが、こちらのオリーブ色に関しては結構1枚でもですね、様になるかなと思っていまして、この色合い僕自身もですね、めちゃくちゃ気に入っています。先ほどにもお伝えしましたが、決してですね、派手さがあるアイテムではないと思うんですね。お店にあってもついスルーしてしまいがちかなと思うんですが、今回のコレクションの中で実際にすごく活用できるのはやっぱりシャツなのかなというふうに思っています。前回のプラス J の中でも僕はシャツを買ったんですが、それがですね、かなり使い勝手が良くて、最近買ったユニコーンの中では個人的には一番気に入ってるぐらいのアイテムなんですけども、意外とですね、今回のプラス J も影の主役はシャツなんじゃないかなと思ってますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、今僕が着ているですね、オーバーサイズブルゾンですね。これはですね、狙っていた方がすごく多いアイテムかなと思っています。事前の僕の動画でもですね、こちらは結構狙い目だという話をしたかなと思うんですが、実物を見てやっぱり良かったので、僕も思わず購入をしてしまいました。ただ僕が行った時間帯だとギリギリでしたね。これラスト1点だったので、思わずですね、すぐに手に取ったわけなんですが、なかなか気に入っています。見ていただくと分かる通り、ちょっとミリタリーライクなアイテムなんですね。ですので男臭くてですね、武骨なイメージがあるんですけども、なんといってもですね、この色がめちゃくちゃいいんですね。今季のプラス J は結構ネイビーのものが多かったんですね。ネイビーというとクリーンでベーシックなイメージがあるんですが、その中でもちょっとナスコンというような紫っぽさが感じられるような色合いで、すごくクリーンで綺麗な印象なんですね。これはですね、個人的にもすごく気に入っていまして、これからの季節長くは使えないと思うんですね。意外と最近は暖かいので、そこまで着る機会は多くはないかなと思うんですが、春だけではなくて秋にも活躍するかなと思うので、こちらはですね、持っておいて間違いがないアイテムかなというふうに思っています。結構ディテールにも凝っていまして、胸にポケットがついていたりですとか、あとは背中ですね、この部分にプラス J のロゴがついてるんですけども、見えますかね。そういった点なんかもですね、ちょっとしたアクセントになってまして、結構ですね、今回たくさんあるアウターの中では持っておいて間違いがないアイテムなのかなというふうに感じています。僕は先ほどご紹介しましたスタンドカラーシャツとですね、このように合わせると一番いいかなと思ってまして、もう少し暖かくなったらこの下には T シャツを着ながらですね、活用したいなというふうに思っています。このアウター自体がミリタリーライクで少しですね、カジュアルな印象なので、内側にはですね、シャツを着てちょっと丈の長さの違いを出してあげるとすごくバランスがいいかなと思うので、このような着こなしもですね、一つの参考にしていただければなと思っています。他にもですね、アウター系がいろいろありまして、僕もですね、実際に試着をしてみたんですが、ステンカラーコートだとかロング丈のコートだとか、そういったものも良かったんですけども、先ほどもお伝えした通り、最近は暖かいので、なかなかですね、着れる時期が短いのかなと思っています。そして素材感としては結構薄めだったんですね。ステンカラーコートも色合いとかもすごく良かったんですけども、生地の質感としてあまり重厚感がなくて、高級感というところは漂わなかったので、今回はロング丈のコートだとか、あとはブルゾン系は僕はパスをしました。その点、こちらのブルゾンに関しては結構生地がしっかりしてるんですね。しっかりと重厚感があるので、安っぽい感じがしないんですね。そこは個人的にも気に入っている点なので、ぜひ皆さんにもですね、お勧めしたいアイテムの一つかなというふうに思っています。ただ結構これは人気アイテムで、なかなか買いづらいかなと思うのと、失敗するとちょっとやぼったく見えるところもあるかなと思うので、決して万人向けのアイテムではないかなと思っています。その点ですね、先ほどご紹介したスタンドカラーシャツの方がですね、いろんな方に似合いやすいかなと思うので、その点もですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今僕が着ています、スーピマコットンオーバーサイズシャツですね。こちらも一応シャツ系のアイテムなんですが、ちょっと見ていただくと分かる通りですね、こういった裾の部分にですね、紐がついていて、着丈の部分を絞れるようになってるんですね。実際に絞ることはなさそうなんですが、どちらかというとシャツとですね、ブルゾンの間ぐらいのアイテムなのかなというふうに思っています。このあたりはですね、僕の日頃の YouTube でもよくお伝えしているシャツアウター風になっていまして、僕の大好物なんですが、このアイテムもやっぱりですね、バランスが良かったので、僕は購入をしました。僕が今着てるのはサイズは S なんですけども、最初からですね、少しオーバーサイズ気味になってるんですが、個人的にはもう一つですね、サイズ上げたかったんですね。ワンサイズ上げてもう少し緩さを出したかったんですが、残念ながらですね、M サイズはすでになかったので、今回はですね、僕の通常サイズである S を購入しました。もちろん通常サイズでも少しゆったりめになっているので、そこまで違和感がないかなと思うんですが、ファッションが好きでトレンド感を重視したい方はですね、ワンサイズ上げてもらってもバランスがいいのかなというふうに思っています。こちらも色にはバリエーションがいくつかあったんですが、やっぱり今季はですね、このオリーブ系の色がすごく良かったんですね。オリーブといってもですね、かなりカジュアルに見えるものから、綺麗めに見えるものまであるんですが、これは断然ですね、綺麗めに見えるダークグレーっぽいですね、オリーブになってるかなと思っています。品があって大人男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、このオリーブ色は見ていただきたいなというふうに思っています。正直ですね、これぐらいのアウターってすごく使い勝手がいいかなと思ってるんですね。特にこれから春の季節なんかは T シャツの上にこういったシャツアウター風のものを着れば、それだけで着こなしが完成しますし、割と着丈が短いので足さばきもいいですし、使い勝手がすごくいいんですね。そういった意味では、これからの季節、めちゃくちゃ活躍するのは、ロング丈のコートだとか、そういったものではなくて、こういったシャツアウター系のアイテムかなというふうに思っています。デザインも決して奇をてらったところはなくて、ベーシックなんですけども、先ほどお伝えした通り、裾が絞れたりだとか、あとは胸についた大きめのポケットですね。このあたりのバランスもですね、個人的にはすごく好みで、かなり使い勝手のいいアイテムになってるかなと思っています。決して派手さはないんですが、程よくトレンド感が漂いながらもですね、使い勝手がいいアイテムとして、皆さんにお勧めしたいアイテムなのかなというふうに思っています。もっと明るい色合いのものもあって、今回冒険しようかなと思ったんですが、あまりにですね、このオリーブの色合いが好きだったので、今回は明るいものがほとんど視界に入らずですね、思わずこちらを買ってしまいました。ぜひ皆さんにはですね、明るい色とこちらのオリーブを比べながら、比較検討していただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では今季のですね、プラスJの新作の中から僕が実際に買ったものをご紹介させていただきました。まあ正直ですね、いろんなアイテムがあるんですけども、これといった商品がですね、そこまでなかったのが今季のプラスJだったのかなというふうに思っています。今回はですね、前回よりは混雑はしてなかったんですけども、それでもですね、僕は2時間半ぐらい並んだんですね。そういった部分を加味した上で、実際にですね、プラス J がそこまでの価値があるかというと、僕の中ではですね、ちょっと疑問かなというふうに思っています。これは食べ物なんかも同じだと思うんですが、どんなに美味しいものでも長い行列を待ってまで食べたいものってそこまで多くないかなと思うんですね。そして長時間並べば並ぶほど味へのですね、ハードルも高くなってしまうかなと思うんですが、それは今回の僕のプラス J もですね、同じで結構ハードルが高くなってしまったんですね。そんなに長時間並んだりだとか、ウェブでもですね、張り付いて見ながら買うほどですね、満足度が高いかなというと、正直ちょっと疑問ではあるんですが、それでもですね、今回買ったものというのは使い勝手がいいかなと思いますし、これから僕はガンガン使いたいなというふうに思っています。決して万人向けのアイテムではないと思うんですね。ファッションが大好きでトレンド感を活かしながらも、ある程度コストを抑えたいという方には、プラス J はすごく活躍するかなと思うんですが、こういったコラボレーションラインの中では、僕はなんだかんだでユニクロ U が使い勝手がいいかなと思うんですね。ここまで並ぶことはないですし、意外とですね、いろんなものが買いやすかったりするので、普通のユニクロから少しですね、背伸びをするのであれば、ユニクロ U あたりが僕はバランスがいいかなというふうに思っています。皆さんもこの熱狂が一段落した時にですね、今回ご紹介したアイテムがまだ残っていたら、ぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。僕自身は今回のアイテムの中では、意外と派手さがないシャツ系のアイテムがすごく使い勝手が良かったかなというふうに思っています。このあたりは実際に活用してみると結構ですね、評価が変わったりするので、ガンガン着倒しながらですね、プラスJのアイテムを冷静な視点でですね、これからも皆さんに解説をしたいなと思ってますので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。